タテシダンビラは、長谷川公演による日本の儀曲、または同作を原作とした1950年制作、公開、牧野正弘監督による日本の長編劇映画、及び1962年制作、公開、水穂春海監督による日本のリメイク映画、1962年、及び1964年制作、放送の日本のテレビドラマである。映画に関しては、 1955年にも、牧野正弘が、人生とんぼ返りのタイトルで、セルフリメイクしており、本校で衝実する。戯曲の初演は、1949年、東京、有楽座での申告劇による公演であった。1949年の有楽座、南座公演に出演した、富士の伝え初期の申告劇の頭取であり、立手師であった、実在の人物、 市川断平の人生をモチーフに、長谷川公園が擬曲を書き下ろし、1949年3月、新国劇自身が初演を行った。翌1950年、本擬曲を原作に、黒沢明が映画脚本に脚色、牧野正宏が監督し、初の映画化となった。1954年10月、新国劇が東京、明治座で再演を行った際には、 当初4幕の儀曲に、雪とも理風作の月形半平太の劇中劇が加わり、5幕劇に書き換えられた。この初演の演出は、長谷川公園が行った。翌1955年、牧野正弘改め牧野正弘が脚色、監督し、人生とんぼ返りのタイトルで、セリフリメイクした。1962年には、水穂春海が3回目の映画化を果たした。 1969年3月には、牧野正弘が、藤岡拓也のダンビラ、佐賀道子のお春、津川正彦の沢田昌二郎という人用、セルフリメイク映画と同じ、人生とんぼ返りのタイトルで演出、名古屋の中日劇場で初演している。藤岡拓也版はその後も同タイトルで、1975年に、大阪、中座で再演され、2004年には、 劇団青年座創立50周年記念作品として、塚山正種のダンビラ、岩倉孝子のお春、佐藤雄四の沢田昌二郎で上演され、2006年には再演、全国順演された。縦志ダンビラは、1950年制作、公開、長谷川公演の同盟の劇曲を原作とした、牧野正弘監督による日本の長編劇映画である。人生トンボ返りは、 1955年制作、公開、長谷川公園の儀曲、縦ダンビラを原作とした、牧野正宏監督による日本の長編劇映画である。縦ダンビラは、1962年制作、公開、長谷川公園の同名の儀曲を原作とした、水穂春海監督による日本の長編劇映画である。1962年6月12日に富士テレビの、 シャープ歌謡劇場で単発放送。同年10月12日にも同枠で再放送された。スタッフ、作品データキャスト、編集、立師ダンビーラは、1964年制作、放送、長谷川公演の同名の劇曲を原作とした、長谷川自身の脚本による日本の単発テレビドラマである。1949年3月の新国劇の初演同様、 ダンビラを、島田翔吾、その妻、お春を、戸崎恵美子が演じた。テレビドラマデータベースでの、戸崎恵美子は誤り。スタッフ、作品データキャスト、編集。ありがとうございます。